皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではドキサバ海編、今回から新しいキャラクターを攻略していきたいと思います。今回攻略するキャラはロッジのジローちゃんです。ジローちゃん、ジローちゃん、あ、ジローちゃんも左から来た。あ、パッチリおめめ。なに？眠そう。これからロッジを調べるんですよね。手伝います。あー、手伝ってくれるんだ、ありがとう。頼むよ。はーい、はい、任せてください。それじゃ調べようか。はーい、はい。それじゃあ俺はあっちを調べてくるね。はーい、ジローちゃんそのまま布団で寝ないでよ。はい、私はこの辺りを探してみます。頼むよ。それじゃね。はーい。さて、まずはこの棚の上を。この箱は何が入ってるのかな。なんだろこれ。あ、ビニール袋だ。使えることは使えるけど、曜日はあるし、あんまり役には立たないかな。いや、役に立つよ。何かあった？ビニール袋がありました。ビニール袋がありましたけど、特に他には。あ、何？あ、どうしたの？ランプがいっぱい入ってる箱を見つけました。どれどれ。ほら、これですよ。あ、ほんとだ。これだけあればみんなの部屋に行き渡るよね。そうですね。はい。あ、でも燃料がないよ。燃料か。ランプがあるんですから、きっとどこかにありますよ。他の誰かが見つけてると思います。ああ、そうだね。それじゃあ、これ持っていこうか。はーい。はい。手伝ってくれてありがとう。助かったよ。いえいえ。ジローちゃん。あ、はい、はい、そうです。ごめんね、ちょっと名前がとっさに出てこなくて。まあこれだけ人数がいたらね。ああ、私も顔はわかるけど名前が出てこないっていうのがね、最近増えて困りもの。覚えてもらってるだけで十分ですよ。ありがとう。それにしても大変なことになっちゃったよね。そうですよね。はい、私はいいんですけど、つぐみのことが心配で。そうだよね。早く先生や船長を探してあげないといけないよね。はい、はい。でもね、疲れていたら余計に心配になるよ。だからしっかり寝て元気を回復させないとね。おー、ジローちゃんなりの励ましだ。そうですね。わ、私のことよりそっちはどうなの？え、私？そうよ、私に聞いてくる前にまずそっちから教えてよ。私はね、ジローちゃん、ジローちゃんだよね、やっぱジローちゃんかな。芥川さんなの？うん。文句あるの？ううん、別に。それでつぐみの方は誰なのよ？それよりさ、
その人と仲良くしたいんだったら何度も会わないとダメよ。うん、そうだね。何回も会ってればきっとそのうち仲良くなれると思うな。それは分かってるから、つぐみ、あんたは誰が気になってるのか教えてよ。こら、寝たふりしたってダメよ。もういいじゃない、明日早いんだからもう寝よ。はいはい、分かったわよ。これ以上追求しないであげる。それじゃあおやすみ。うん、おやすみ。つぐみ、少しは元気出たかな。7月29日。早寝早起きってのも結構いいもんね。よう、おはよう。おはようございます。あ、おはようございます、赤澤先輩。どうだ、これから海岸で一緒に叫ばないか。スカッとするぞ。いや、朝っぱらから叫ぶのはちょっと。あ、今はいいです、また今度に。そうか。あ、ちょっと寂しそう。次郎ちゃん、水汲みですか？うん、そうだよ。あれ、ちょっとテンション高い。私も手伝います。それじゃあお願いしようかな。はい。はい、任せてください。じゃあね、水を汲んでおいてくれないかな。俺はポリタンクを運ぶからさ。次郎ちゃん大丈夫？わかりました。それじゃあ頼んだよ。はい。はい。水運んできたよ。お疲れ様です。こっちはまだもう少しかかります。そっか。じゃあ一眠りして待ってようかな。お話しようよ。一眠りできるほど時間はかかりませんよ、次郎ちゃん。なんだそうなの。残念。その間少しお話ししませんか？いいよ、何話す？そうだな、そうですね、次郎ちゃんはどんな色が好きですか？確かオレンジ。色か、俺が好きなのはね、オレンジ色。やった、当たった。あ、すごくイメージに合った色ですね。そうかな。どうかな。それで君の好きな色は？青。私はスカイブルー、ピンク、オレンジ。スカイブルーと行きたいところだけど、次郎ちゃんと同じオレンジ。私もオレンジが好きなんですよ。へえ、そうなんだ。やっぱり明るい色はいいよね。はいはい、元気が出てきますよね。うんうん、鮮やかで目も覚めるしね。そうなの？それで、あ、水汲み終わりました。あ、そうなんだ。それじゃあ運んでくるよ。大丈夫？はい、お願いします。今回の分はこれくらいかな。そうですね、そうですね、そろそろ時間ですし。うん、それじゃあ終わろうか。はい。はい。次郎ちゃん、水汲みですよね。手伝います。また水汲み？次郎ちゃん今日当番なの？ありがとう。それじゃあ頼むよ。俺がポリタンク運ぶから。だから次郎ちゃん本当に大丈夫？はい、私が水を汲みますね。うん、お願い。はい。このお願いの言い方、絶対あくびしながら言ったでしょう。了解です。お待たせ。水運んできたよ。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。こっちはもうちょっとかかります。そっか。それじゃあ一休み。寝ないでよ。次郎ちゃんは最近何か映画見ました？お話。映画？見たよ。バーニングカンフー。バーニングカンフーって人気なの？これどっかでも出たよね。あ、次郎ちゃんもあれ見たんですか？君も見たの？面白かったよね。はいはい、文字通り燃えましたよね。うんうん、これ映画って途中で寝ちゃうことが多いんだけど、あれは最後まで見ちゃったよ。そうなんだ。次郎ちゃんが最後まで見る映画、ちょっと気になる。次郎ちゃんが寝ない映画っていうだけですごく価値があるみたいですね。君は何か他に映画見たの？最近は見てない。他にはですね、東京の一番長い夜、ビフロスト戦記、隣の侵略者、これと、これは次郎ちゃん好きではない気がする。多分次郎ちゃん横文字が好きなんじゃないかな。ビフロスト戦記、ビフロスト戦記を見ましたよ。ああ、CM やってるね。どうだった？面白かったですよ。 CG がいっぱい使ってあって、お金もいっぱい使ってそうでした。なんでお金の話題を出した？そうなんだ。あれ超大作だもんね。あ、水汲み終わりました。わかった。それじゃあ運んでくるね。はい。はい、お願いします。ずいぶん運んだね。はい、そうですね。そろそろ時間だし、この辺で終わろうか。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。マックス。次郎ちゃん。おお、どうしたの？おおって、聞きたいことがあるんですけど、いいですか？聞きたいこと？いいよ。次郎ちゃんのテニスウェアのパンツ、皆さんとのとちょっと違いますよね。そうだったの？知らなかった。なんで？なんで目覚めた？嬉しい、気がついてくれたんだ。何この、女子が髪切ったことに気づいてもらえたみたいな感じ。はあ。スポーツ用品店に行ったらさ、かっちょいい短パン見つけたから買ったんだけど。短パンか。みんなに不評なんだよね。君はこの短パンどう思う？どうもも何も、見えないから何も言えないんだけど。似合ってます？似合いません？わかりません。いや、正直に、わかりません。見えないから。わかりません。自分が気に入ったんだったらそれでいいんじゃないですか？確かに。そうだよね、自分が気に入ったものがいいよね。ありがとう。いえいえ。テニス。あ、そうだ、次郎ちゃんってどんな感じのテニスをするんですか？やっぱりボレー主体のテニスかな。テニスの話題振ったら急に眠たくなったよ。ボレーというと、確かネットについてダイレクトにボールを打ち返すことでしたっけ？よく知ってるね。そりゃあなたが尊敬する文ちゃんを攻略したからね。少しは勉強しましたから、元彼から。とにかく相手の打ってきた球を直接返すのが楽しいんだ。そうなんですか。ボレーってかなり難しいって聞いてるんですけど。その難しいのがいいんだよ。相手も強ければ強いほど楽しいしね。そうなんですか。次郎ちゃんって強敵相手だと燃えるタイプなんですね。そうだよ、やっぱり戦うんなら強い相手じゃないとね。まあね。
巻き割りか。次郎ちゃん作業系多いね。あ、次郎ちゃん。そうそう、なんかこの感じ学プリみたい。はい、そうです、巻き割りですか。うん、そう。私手伝います。いいの？それじゃあお願いしようかな。はいはい、何をやればいいですか。薪を運んできてくれる？俺はこっちで薪を割っていくから。それ逆の方がいいんじゃないかな。次郎ちゃんの薪割りなんか怖いんだけど。了解です。次郎ちゃん、次郎ちゃん、薪持ってきましたよ。寝てない？寝てた。え、なに？え、びっくりした。次郎ちゃん、え、まさか寝ながら割ってる？危ないから今すぐやめて。次郎ちゃん、あ、また。次郎ちゃん、寝ちゃダメです、危ないですよ。ああ、大丈夫、起きてるから。いや、絶対寝てたでしょ。半分寝ちゃってるじゃないですか。でも半分は起きてるよ。そーれ、そーれじゃないよ、もう危ないからやめて、私心配だよ。次郎ちゃん、うわ、器用に巻き割ってる。ね、大丈夫だろ。次郎ちゃん、確かに大丈夫みたいですけど、器用ですね。授業とかで活用してる技だから、それ先生に怒られるやつでしょ。でも何かあったら大変ですし、こういう時には使わない方がいいですよ。そう？わかった、それじゃ使わないよ。うん、絶対使わないでね。はい、それがいいです。次郎ちゃん。ああ、何？さっきカバチ君に巻き運びを手伝ってもらったんですけど、留守しか言ってくれないんです。私嫌われてるんでしょうか。いや、カバチ君はいつものことだよ。そんなことないと思うけどな。カバジはいつもあだし。あれ、次郎ちゃんってさ、カバチ君のことカバちゃん呼びじゃなかったっけ。そうなんですか。あと、すごい力持ちですよね。薪を二束軽々持ち上げてましたよ。そうだよね、俺もよく運んでもらってるから助かるよ。あ、そうだったね。ん？運んでもらう？カバジは寡黙で頼りになるやつだよ。そうだよね。マックス、次郎ちゃん、山菜採りですか？やっぱ次郎ちゃん作業系多いね。働きすぎじゃない？そうだよ。私も手伝います。ありがとう。それじゃあ頼むね。はいはい。これなんだろう、いい匂いがする。どれどれですか。あー、これ葉っぱ揉むとペパーミントの香りがすごいですね。ペパーミントか。あー、ほんとだ、ペパーミントだ。あ、これです、ハッカですよ。これハッカ。あ、ハッカか。そりゃこんな匂いするよね。料理の香りつけに使えそうですね。こっちの木の実もなんだかいい匂いがするよ。そうだ、山椒の匂いだ。山椒。あ、そうですよ、それ山椒です。やっぱり。これも料理の香り付けに使えますね。あと佃煮とか。茎にトゲがいっぱいついてる。
あ、気をつけて。気をつけて取らないといけませんね。そうだね。それにしても次郎ちゃん、鼻が効くんですね。美味しそうな香りだったらすぐにわかるよ。なんか文ちゃんみたい。じゃあ、松茸の香りとかわかりませんか？松茸か。ちょっと自信ないな。あ、そうなの？残念。もしかしたら見つけられるかもって期待したんですけど。でも探すだけは探してみてもいいんじゃないかな。もしかしたら見つかるかもしれないし。そうですね。そうですね。探してみましょうか。松茸は見つからなかったね。あ、そうなんだ。そうですね。まあ時期的にも早いですし、しょうがないですよ。その代わり、山菜はいっぱい見つけたしね。はい。はい。それじゃあ、そろそろ時間だし、戻ろうか。はーい。はい。次郎ちゃん、こんにちは。今日もいいお天気ですね。そうだよね。水分の補給をしっかりしないとダメだってつぐみに言われちゃいました。そうだね。こんなに暑いと食欲もなくなっちゃいますよね。そうだね。次郎ちゃん、私と喋ってるの退屈？次郎ちゃん、そればっかりですね。次郎ちゃん、次郎ちゃん、立ったまま寝ちゃった。え、立ったままなの？次郎ちゃん。おやすみ。え、あって早々おやすみって。え、ちょっと次郎ちゃん。おお、スチル、かわいい。でもこの格好、ガクプリで見たことある。次郎ちゃん、食べてすぐ寝ちゃダメですよ。牛になっちゃいますよ。あ、よく言うよね。牛？はい。あ、起きた。え、なんで笑ったの？え、私何かおかしなこと言いましたか？君、俺の母ちゃんと同じこと言うんだね。あ、そうなんだ。私もお母さんに同じこと言われましたから。あ、そうなの？そうなんだ。母親ってみんな同じこと言うんだね。そうみたいですね。でも実際どうして食後すぐに寝ると牛になるなんて言われるんでしょうね。ああ、そういえば行儀が悪いからじゃない？ああ、なるほど。ああ、なるほど。でもね、親が死んでも食休みって言葉もあるからね。まあ、ああ、そういえば消化のためにはいいんだよ。けど、お相撲さんってちゃんこ食べたらすぐに寝るって聞きますよ。そうやって太るんだとか。ああ、そういえば。そうなの？太るのは嫌だな。でも次郎ちゃんはテニスして動いてるから太んないでしょう。まあ、お相撲さんは食べる量が普通じゃないですから、そのせいだとは思いますけど。食べてすぐ寝ると牛になるんじゃなくて豚になるんだね。ああ、ちょっと怖いね。そういう風に言われるとすごく食後に寝るのが怖くなります。あははじゃないよ。ししろさん。お、なんだよ。ししろさんは漫画読んだりします？
読むんじゃない？そうだな。まあそこそこ読む方かな。次郎に借りることが多いけどよ。次郎ちゃんに？あ、そういえば次郎ちゃんのテニス以外の特技がジョジョのスタンド名が全部言えることだったような気がする。いいのかな、他作品なんだけど。次郎ちゃんに？ああ、あいつよく漫画雑誌持ってるからな。へえ、そうなんだ。キーワード、芥川、漫画を入手。へえ、そうなんですか。あいつは字が多い本が苦手みてえだしよ。だろうね。やっぱり寝ちゃうんでしょうか。多分正解だ。8時。公式が堂々と他作品のこと言っていいのかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。